どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今日はですね、ちょっとねお話でも、ガズレレ YouTube していこうかなというふうに思うんですけれどもですね、これがテーマです。今日お伝えしたいこと、これドーン、質問、どんな質問でもくださいよということでございます。みんなこのウクレレを始めてガズレレ見てやってるとやっぱりいろんな疑問が出てくるでしょう。もうねガズレレって、ちょっと振り返ってみると今年10周年というふうに、10年ね、このガズレレという面白い活動を続けているんですけれども、その中でねいろんな質問にまあ答えてきているわけですけど、考えてみるとですね、大体ですね毎月ガズレレ YouTube チャンネルって1000人から1200名の方が新たにチャンネル登録をしてくださっているんです。皆さんチャンネル登録してくれてどうもありがとうございます。はい、まあ、でそれだけですね、日々やっぱりガズレレに出会ってくれる人が多いとなると、やっぱりここどうなってんだろう、あそこのところってどういう風になってんだろうみたいなことがですね、きっとたらふくガズさんに聞きたいことがあるんじゃないかなというふうに思うわけですよね。で、ガズレレも10年やってますから、そういう今までかつてね、いろいろ質問いただいたり、ここどうなってんのみたいなにふうにね、質問してくれたものを、いろんな動画に撮ったりとか、しかもですね、ガズさんに聞いてみようというコーナーを一時やっていて、こんなふうにね、コメント欄に書いてください、困ってること。そしたら、そのコメントで答えるか、あるいはそれを動画にしていきますよ、みたいなシリーズでやってた時期もあるんですよ。でも、今その動画を探そうと思っても、なかなか大変かなというふうに思うこともあるだろうなというふうに思ったんで、まあベテランの方からの最近始めた方からもうどんなことでもいいんで、今こんなことに困っててどうなってんですかカズさん教えてくださいというふうに、コメント欄に書いてくだされれば、そこに答えていきますと。まあ、例えば、違う角度から見たいですって言ったらですね、その角度に合わせてこういうふうに、こうやって、なんかいろいろ弾いてみたりとか、いろいろこうやってやっていくみたいな、そんなことです。そうしたらですね、いいでしょ？なんか聞きたいことって、誰に聞けばいいで、これ YouTube ですからね、本人にね、電話して聞くわけにも、会って聞くわけにもっていうのはなかなか難しいでしょうから、もう世界中 YouTube、ガズレレ YouTube、どこにいてもね、見られるぞということで、もう世界の果てから、アフリカとかアメリカとかからでも質問全然していただいて、できる限り 130% 以上でこう答えていこうということでございます。皆さんお気軽にですね、コメント欄をご活用してくださいます。まあどうせだったらですね、気になることはクリアにしていってね、どんどんこう楽しみを深めていくのがいいと思いますけれどもね。まあとはいってもやっぱり弾き語りの醍醐味っていうのは歌中心でいつも言ってますけどね、はあ、気持ちがいいなって歌うこと、これを忘れちゃダメですよ。テクニックばっかり走っていったらですね、なんか中身が何も入ってない、なんか器みたいな風になっちゃう、元も子もないと思いますから、やっぱり気持ちを込めて、もう4つ引きでまずは気持ちを込め、これが忘れてほしくないというふうにいつも言ってるんですけどね。はい。まあそのことも含めてですね、質問してください。ちなみによくある質問、今日ちょっと1個だけお答えしてみます。ガズさんの爪どうなってるんですかって、これよくね、質問いただくんですよ。じゃーん、ガズさんの爪を今から見せようと思います。爪ですね。はい。これ見て。実はね、ガズさんってね、爪めちゃめちゃ切ってんですよ。見えるかな？もうビチビチに切ってます。全然爪伸ばさないのが僕のスタイルなんですね。わかる？プレイヤーによっては爪を伸ばして、爪でをね、ウクレレを弾くっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、これは別にね、どっちが正解というんじゃなくて、まあ、ガズさんの場合はもうほんと爪を、使わずに、こうやって弾いてるわけですよ、いつも。こういう感じなんで、指先のほんとこの部分ですね、指先のこの 2,3 ミリのこの先っちょのところをこ う, うまくこう使って、この3本指ぐらいで弾いてるよということなんですけどね。なんで爪をこれやっぱみんないろいろそこが知りたいみたいですね。爪ってどうなってるんだろうガズさんのということで、はい、ガズさんの場合は爪をまあビシビシに切ってて、この指のこの先っちょのところで弾いてるんですよね、どうやら見てるとね。はい、こういう風に弾いてるわけですから、こういうね、感じで弾いてるわけですよね。まあだから、これがもう、なんていうのもう、絶対にこれが正解で、これ以外はダメっていうんじゃないですからね。ガズさんはそのプレイスタイルだっていうことなんですけど、爪を伸ばして弾く方もたくさんいるんでね、まあ、その違いは何かと言われるとちょっとわからないですけど、まあまあ私はですね、爪ビシビシ切る。日常生活も爪短い方がもういろいろ便利ですから、ということなんですけど、あ、でもここでね、大事なのは、左手間はもちろん爪切ってますけど、女性の方で、ネイルやられてる方は、じゃあウクレレできないのかと言ったら、皆さん、
そうでもないんですよ。僕がね、長年こうガズレレでウクレレでこう楽しんでいるとですね、ネイルが大好きな女性ももちろんいるじゃないですか。だけどこんな何センチもあるネイルはちょっと難しいかもしれないんですけど、普通のちょっとしたネイルだったらコードをね押さえるときに、例えば F だったらこうやって押さえる、こう倒して逃がしてですね、あらゆるコードを押さえるね女性もいっぱい出会ったことありますんで、それはね工夫次第でネイルしてても大丈夫。これは嬉しい朗報でございます。自分が大好きなことを諦めてまでそうね、ウクレレっていうのもちょっとね、それも違うかなというふうに思いますね。そんなこともね、なんかいろいろ聞いてくださいよ。私ネイルが好きですけどダメですかみたいな質問があったら、そういうね、ガズのデータがありますか、データストックが、はい、それをちょっと皆さんぜひお願いしますねということで、そしたらなんか自分が思いもしなかった質問に出会えるかもしれない皆さんも、そしたらあ、なるほどってまた発見があるかもしれないんでね、よろしくお願いします。でいつもね、ガズさんってね、皆さんご存知ですか、このガズラジっていうラジオ配信してるんですよ。毎朝7時半から、はい、365日朝7時半からラジオ配信、誰でも聞ける無料のラジオ配信、スタンド FM というラジオアプリと、ガズラジ YouTube チャンネルって YouTube でもね、やってるんですよ。ぜひこちらも見てもらうと、まあそっちと合わせていただいてもいいんですけど、まあまあ今日これガズレレ YouTube 動画なんで、まあこっちにねウクレレ関係のことはなんかいろいろこう質問などいただけるとですね、いいかなというふうに思います。よろしくお願いします。で最近なんですけど、新しいこのエレキウクレレ G ソリッドモデルたちとか、このアンプとかも登場したりしてね、このアンプとかも登場したりして、引き続きこういうね、新しい今までいなかったこのウクレレの楽しみ方とか、もう新しい扉をこう開けてしまう可能性が広がる、なんかワクワクするようなコンテンツをですね、ガズレレ YouTube では取り上げて、いこうかなというふうに思いますんで、皆さん面白がってご活用くださいと。はい、そしてですね、よくいただくのがですね、皆さんリクエストをいただくんですよ。でガズレレね、もうほんとめちゃくちゃリクエスト、この曲やってほしい、この曲やってください、ありがとうございます、いただいてありがとうございますなんですけど、その時にですね、やっぱりもう星の数ほど曲ってあるわけじゃないですか。やっぱりみんなどの曲もね、ほんと正直めちゃくちゃ素敵な曲で、すべての曲をこう簡単ガズレアレンジでしていきたいなと思うんですけど、その時にですね、こんな風に書いてくれると取り組みやすいぞということなんですけど、今これこれこれの主題歌になっているこの曲、みんなもやりたい人多いんじゃないかなとか、今この曲をやるとこの何々でこれがあるからとか、こういうなんかストーリーがね、あるとですね、ガズさんもこう取り組みやすいぞというちょっとことなんですよね。なぜかというとですね、やっぱりこのガズレレの、基本理念っていうのは、より多くの人が音楽を聴くからやるに変える、これのきっかけをお届けしたいなと思ってるわけですよ。音楽聴くよりやる方が最高、これがガズレレの合言葉ですからね。はい、でそうやって考えてみると、やっぱりより多くの人が興味を持ってくれる、課題曲の方がガズはですね、すごくこういいんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、僕も音楽すごい好きじゃないですか。そうすると音楽好きの人って、世間には一般にはね、あんまり知られてない、例えばアカレスキューと LP で言うと B 面の最後から4曲目みたいな、そういうマニアックな曲が好きっていうのが、まあ、あるその、ね、美学もすごくわかるんですけど、まずはですね、世の中にあるこれだったらこれがもう一番代表曲みたいな感じで、より興味を持ってくださる人が多そうなものから数も取り上げていっているんですね。はい、なんでそういう意味でこの曲をやると、こういう感じで今盛り上がってて、興味ある人が増えると思いますとか、今これが主題歌になってて話題ですとか、これがなんかどこそこでこう今 TikTok でこれ人気ですよとか、なんか例えば金曜ロードショーでこの映画があるから、あのテーマソングどうですかみたいな、そんなのがね一言あるとですね、ガズさん結構で機敏に動く可能性が多大にあります。はい、僕もね、もちろん世の中の音楽全部ね最新情報とかも知っているわけじゃないので、皆さんの情報っていうのはすごくね、この曲やってほしい、取り上げてほしいっていうのもね、すごい大切な情報としていただいておりますんで、それも合わせてですね、コメント欄、はい、質問とか、まあ、リクエストもそういうね、だからこれをガズさんにやってもらう、いや、いいんじゃないかな、これで興味を持つ人が増えるんじゃないかな、なんて感じで教えてくれるとですね、すごく嬉しいでございます。はい、やっぱ結局ね、そういうガズレレもここまでこう10年続けられて、今もこういう面白いコンテンツ届けて、皆さんにお届けできるっていうのは、やっぱ皆さんとね、こう結構対話がやっぱ大事なんですよね。皆さんのこの分からないところとか、なんていうのかな、ご意見がないとですね、やっぱ僕そういうのに、こうキャッチボールをしながら、やっぱりガズレレって成長してきて、皆さんにとっても面白いコンテンツになってきたと思うんで、ここはちょっとね、なんていうの、もうワンクッション進めて、このコメント欄とこの YouTube でこう、深めていく。そんなタイミングにしたいと。今日10月1日ですからね、皆さん。早いっていうか、まあ充実してる証ですけれどもですね。まあ、文化的な、この芸術の秋
秋だし、これを境にまたですね、ちょっとこのもう一歩踏み出したコミュニケーションというか、このまたこれだからシリーズで、たまにいただいたやつに答えたりこんな感じでやっていこうかなというふうに思います。まあまあこれからもですね、ガズレレ YouTube チャンネルはもう簡単レッスン動画とか皆さんのお役立ち動画とか、まあ他にも旅レレだとかね、旅に出てじゃあ、ガズレレで伝えたいことって、音楽をやるのは楽しいよってことですけど、音楽だけやってても楽しくないんですよ。やっぱ自分のあらゆるこう人生っていうかさ、なんつうのこのね、毎日がさ豊かだから、やっぱり音楽も豊かになるみたいな感じで、音楽だけをやっていてもやっぱりそのね感じって伸びてこない。だからいろんな他の楽しいことがあるとか、楽しい人に会うとか、好きな人と一緒にいるっていう、その喜びを音楽に乗せるから、またその音楽っていうのは楽しくなるわけで、いろんなねこのなんかそういうのも、ガズレレ YouTube の中にどんどん取り込んでですね、旅に出たり、なんか夫婦でセッションやったり、なんかそんなのもですね、面白がっていただけるといいと思います、ということでございます。はい、よろしくお願いします。はい、そういうわけでコメント欄に待ってますよ。バイバイ。